下瀬宮美女下瀬宮美女明治44年9月6日は日本の発明家工学博士旧日本海軍の軍属下瀬が生まれた鉄砲町は現在も広島市中心部にありその名の通り江戸時代から鉄砲職人が集まっていた町であるそのうちの一件に生まれた下瀬は 幼い頃から見ることも手にすることも禁じられ、それが帰って大きな興味を起こさせたようである。1886年フランス人のジェーヌ・トゥルパンがピクリンさんから強力な作薬を発明した。メリニットという名前を付けられたその火薬は日本にも販売が持ちかけられたが、しかし当時の火薬技術は国家機密でその詳細を日本が入手することは困難であり、 交渉薬が爪の間にすり込んだ少量のサンプルから日本で開発済みの下瀬火薬と同一のものであることが判明したため購入は見送られた。また、下瀬自身も独自開発を主張している。下瀬は実験事故で指を失ってもなお研究を続け、明治26年に開発に成功、国産化した。この下瀬火薬を日本海軍が日露戦争において、 海軍砲に使用、その強力な爆発力によって、戦勝に大きく貢献した。関西砲の砲弾に重点された下瀬火薬は、玉柄を3000以上の破片にし被害を増大させ、さらに弾薬が気化したガスの温度は3000度以上になり、銅板に塗ったペンキは、アルコールのごとく引火して、船に火災を引き起こし、相手の戦闘能力を失わせる。 この軍用爆薬は長らく秘匿にされて列国から恐れられた。日露戦争後の下瀬火薬は威力はやや劣るものの安定性が大幅に高いトリニトロトル塩火薬に駆逐されてしまったが第二次世界大戦期の日本で再び脚光を浴びることになった。これはその威力の高さというよりも石炭から容易に生産できる特性が石油不足に悩まされていた。 当時の日本で好まれたためである。復活した下瀬火薬は、砲弾での利用は危険だったため、終戦まで主に手榴弾の策略として用いられていた。日露戦争は、開国からわずか50年足らず東洋の新興国日本が大国ロシアを破ったことで、ヨーロッパ列強諸国にも大きな衝撃を与えた。下瀬火薬はその日露戦争における、 日本の主要な勝因の一つに挙げられている。決して恵まれたとは言えない環境でこのような世界水準に達する発明を成し遂げた下瀬は高く評価される。下瀬火薬は優秀な火薬であるものの当時の技術では取り扱いが難しいという欠点もある。期間三笠が1905年に佐世保に寄港した際、館内弾薬庫の下瀬火薬が誘爆し、爆鎮。 着定する事故を起こした。この事故での死者は699人であり、日本海海戦の日本軍死者総数110人をはるかに上回る大惨事であった。下瀬は玉体の内部に漆を塗ると鉄とピクリン酸の反応を防げることを発見、これを実用化して砲弾を完成させた。しかし、日本海軍には砲弾を長期間保管した時の 安全性を検証する余裕がなかったため、事故が起きたと言われている。ありがとうございます。